24時間いろんなものが溢れる世界で、夢中になりたい瞬間はいつ来るかわからない。小さくて軽い、しかもいい音。リングバッツ。さっき撮影でこうワイヤーを使って飛ぶシーンを撮影したんですけど、結構こう体も動いてたんですけど全然落ちる気配もなくて、私そこにすごい感動しちゃって、フィット感がすごくいいので私普段使いに良さそうだなと思います。はい、私はよく寝る前とかに動画を見ながら、イヤホンをつけて動画をよく見てるんですけど、このリンクバッツ S だったらなんか横に向いてもなんか邪魔にならなさそうで、すごくいいんじゃないかなと思います。今回こうやってたくさ なんかリンクバッツ S でたくさんカラーバリエーションがあって、いろいろとカラーも楽しめるところがすごくいいなって思いました。いつも飛行機に乗るときはノイズキャンセルして音楽聴くんですけど、音楽聴いてるときってその音楽の世界にやっぱ入りたいと思うので、集中して音楽にのめり込めるんじゃないかなと思うので、しかもこれワンタッチでその周りの音が聞こえるモードとノイズキャンセルで変更できるので便利だなって思います。昔からすごくそういう音楽がどう聞こえるかにすごくこだわりを持ってて、いろいろたくさん試してみて、でもやっぱりリンクバッツ S の音質が一番よく感じて、どの音程でも綺麗に聞こえるんですよ。たまになんか中間の音だけ綺麗に聞こえるっていう機会とかもたくさんあると思うんですけど、リンクバッツ S だったら本当にすごく気持ちよくストレスなしで自分が好きなように音楽を聴けるので、すごく私はこれが一番だなって思いました。激しいダンスを踊るときにたまに取れちゃうこととか結構あったりしてて、リンクバッツ S をつけたんですけど、すごく自分でもこう感覚的につけてる感覚がしなくて、すごくフィットしますし、もう頭をどれだけ振っても落ちないのがすごくいいポイントだなって思いますね。飛行機の音がちょっと苦手で、その時にこのノイズキャンセルを使ったらすごくいいなと思いますし、でその中でこう飛行機でも会話をするときにこの左手でこうすぐに外部の音が聞こえるようになるっていうのはすごく簡単で、なんか本当に使いやすいなと思って、私もこのリンクバッツ S を愛用したいなと思います。ずっとこうリンクバッツ S をつけながら撮影してるんですけど、もともと少しこうイヤホンとかが苦手なタイプなんですけど、でもすごく軽くて耳にもフィットするので快適に今長時間つけてるので、今後の生活とか今後の移動中とかにもたくさん使いたいなって思います。このイヤホン自体もすごく軽いんですけど、ケースもすごく軽くて、なんかやっぱり持ち歩くってなった時にコンパクトなところがお気に入りですね。めっちゃちょうどいいサイズ感で、耳にもすごくフィットするのでとても使いやすいです。小さくて軽い、しかもいい音。